ガンバはだいぶ押し込まれて押し下げられてますから、シュートポストこぼれます。ヤンマテウスで取りました。エクバリノス攻勢の時間帯ゴールにつなげました。34分、パフォーマンスでした。まずはもう木田の受けた場所が抜群に良かったですね。ライン間でね、ラビの脇振り向いてから少し時間いましたから、キーパーの位置とゴールの場所もしっかり見てたと思いますし、おそらく自分がボックスの幅で受けてることはこれは認識してるんで、思いっきり振りましたね。まあいいところに落ちてきましたけども、そのボールに対してしっかりヤンマテウスも反応してましたから、まあ、しっかりつながりましたね。見事です。良いゴールでした。第12節の京都戦以来、決めました。完全にタイミングを外しました。アンデルソン・ロペス、2対1、勝ち越しに成功。 F マリノス自分の前だと思うんですけどね、はい、少しステップ踏みながら。ガンバの選手たちはもしかすると F マリノスの選手が先にボックスに入ったじゃないかっていうのをアピールしているのかもしれません、まあ、確かにこの角度だけでも渡辺は入ってましたね。結構調子を上げてくるとまた面白いですね。おーいボール、さあ長いボール前線に入る、キーパーでこぼれている、西村こぼれて、さらに後ろから長戸、浮かせたボール、ゴール F マリノス先制。前半の12分、長戸のゴール、浮かせてうまくゴールに流し込んでいきました。ここですかね、まあ、アンデルソン・ロペスが少し下がったところにこう宮市が入ってくる、空いたスペースに入ってくるっていう部分非常に良かったですね、まあ、ここを野沢うまく止めたんですけどね、最後のところはやっぱあそこの位置に長戸が入ってくるっていうのもありますらしいですよね、まあ、ここ2本素晴らしいセーブしたんですけどもね、まあ、その後長戸が落ち着いて良いポジショニングから落ち着いてキーパーを見た良いシュート、まあ、まずはここの宮市の背後への動き出し、そしてそれに対してアンデルソン・ロペスのあのパスですよね、よく見えてましたね。水沼、井上、渡辺、クォーターミドル、レフマリノス、ここで勝ち越し。試合終盤またしてもホームチームリードを奪います。そしてサポーターの向こうへ、まあ、ここで少しこう時間を作ったパスを横に動かしたことによってなかなかシートリー選手たちが前に出てこれなかったところですよね。そこを渡辺康太が後ろからうまくポジショニングを取って、このシュートは抑えなくて見事なシュートですね。宮瀬とシラスターヘディング飛び込んだ、先制は横浜 F マリノス、アンデルソン・ロペス。今シーズン17ゴール目、質の高さですよね。このボールの質も非常に速くていいボールでしたし、エドアルディ選手が、ね、こうニアで反らしたコースに対してアンデルソン・ロペスの入ってくるタイミングも完璧でしたね。ここはもうしっかりと体を、ね、もう動かさないようにしっかり抑えて、まあ、体を投げ出してしっかり抑えてシュート打ちましたね。